たけし税理士の白岩です。静岡市鶴ヶ区で会計事務所の代表を務めております。今回は私が加入している生命保険についてお話ししたいんですが、ある外資系の、生命保険の保険商品を結婚してからですね11年か12年ぐらい買わせていただいてます。で、大きく死亡と医療って分かれてますね。死亡はまあ私が死んだ時に家族に払われる保険と、医療は入院したり怪我したり病気になった時に払われる保険ということですね。で、10年ぐらい入っていて、今年2015年か14年ぐらいに他の保険の方に見ていただいたんですね。診断してもらって、おかしかったら改めて他のに入ろうかなと思ったんですが、医療保険の方はですね、いい保険だと言われました。もう10年前の商品なんですけども、今でも、まあ、同じようないいスタンダードオーソドックスない保険ですよと言われました。ただ医療保険入院した方もですね、もう新しい商品、やはり10年も経ってて保険も商品ですので、ね、商品開発が進んでちょっと今の商品に比べて古いですかねと言われて、はい、こちらは今再加入を検討しているところです。で、保険の方も特に普段から接するわけじゃないので、まあいいのかなと思って、ただ医療保険の方は入り直しても、死亡保険の方は入り直しても当初から10年以上経ってしまって10歳年取ってますので保険料が高くなるということで、死亡保険の方は今そのままにした方がいいですというようなお話でした。ただ医療保険の方は、まあ、今から入り直しても年齢は高くなってるんですが、新商品のおかげで、商品自体が安くなってるみんなのことを言われまして、また新しく入り直そうかなというのが少し考えているところです。ただなかなか忙しくて、自分自身検討している余裕がないので、まあ、どうしようかなと思っております。